それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回ですけれども、前回は主にそのこういった内容で授業を行いました。コンピューターの基本構成について紹介しまして、それから最後の方ではそのコンピューターの基本構成の中で特にそのメモリの配置と容量について、メモリ容量の単位ですとか、それからバイトやワードといった単位について紹介をしました。で、今日はそれに引き続きまして、その計算機上でのその数値と数式の表現から進んでいきたいと思います。で、まずセクション2.1、テキストのですね、セクション 2.1 の数値の表現から入ります。ので、テキストですと12ページですね、をお持ちの人は開いてください。で、ここではその、ビットやバイトやワードの概念が出てきますけれども、これらについては前回の授業で説明しましたので、必要な人は復習をしておいてください。で、以後、この1ワードを N ビットとして、ここからお話を進めていきます。で、それでここの説では、まずこの説ではこの授業ではですね、その数の加減乗除など その基本的な演算というのがありますけれども、これをそのワード単位でその考えることにします。考えるっていうのはその計算 の複雑さなどを考える際に、ワード単位で考えるということですね。で、この数値をですね、その計算機で符号化する方法というのはいくつもありますけれども、基本的なアイデアというのは、その数値とそれに対応する符号がちゃんと1対1対応が取れるように符号化を行うというところが全ての基本になっています。で、まずその中でその整数の表記ですね、この計算機上でのその整数の表記から話していきたいと思います。で、特にその今回はその2の歩数を使った整数の表示ですとか、それから加減算について紹介していきます。で、整数の表記に関しては、その現在ほとんど全ての計算機ではその二進法で数を内部で数を表しております。で、歴史的にはですね、その二進法以外のその桁システムを使った計算機というのもありましたけれども、現在では二進法は基本だと思っていいと思います。以後、あとこの授業ではその1ワードの単位を32ビットとして話を進めていきます。で、そこでまずはそのビット列をですね、その与えられた整数にどのように対応づけるかというところから説明していきましょう。で、まず最初にその符号なし整数といいまして、符号のない正の整数を考えるということにします。で、ここでそのスライドにこういう枠が現れておりますけれども、これはこの正方形の箱が32個横に並んだものと思ってください。一応右側から B0、B1、B2、B3 と名前についた箱があって、で、そこからあと B4、B5 っていくんですけれども、ここでは記号を省略しております。一番左側が B の31という名前の箱になっていると思ってください。で、これらのその BJ の箱ですね、BJ の箱に0か1のいずれかが入るということで、別の言い方をすると、この BJ が0か1を表すということにしておきます。で、そこでその例えば V というその整数が与えられたときに、この V をそのこの0、1の並びで表すということになりますと、定義式がここに書いてありますけれども、我々が十進数を扱うと同じように、その、右側からですね、その順番に、我々の十進数では1の位、10の位、100の位というふうに位取りをしてますけれども、二進数の場合ですと、1の位、2の位、2の2乗の位、2の3乗の位というふうに位取りをしていくと。というのが、この符号なし整数の表現の基本です。ということで、
この符号出し整数でこの整数を表しますと、一体そのどれくらいの大きさの数まで表せるかというのは、ここのスライドにありますけれども、まず二進数と十進数ともに0から始まるわけですね。でそこからずっと1ずつ数を大きくしていくと、最終的にはそのこれ32ビットで、桁が32桁、二進の32桁ありますから、そうすると表せる最大の整数は2の32乗マイナス1ということになります。ここまででしょうか。まず、この符号がないような二進の整数の表現がまず一番の基本になります。で、ただ、その現実の計算ではですね、その符号がない整数だけ扱っていると、不便なわけですね。とりあえず、お金の計算するにも、収入と支出があれば、収入は加算数にして、支出は減算しますから、そうすると、やっぱり符号が、負の数も表せた方がいいなということになるわけですね。そうすると、自然に、じゃあ符号付きの整数を考えましょうという話になるわけです。で、そこで、使うものはですね、先ほどと符号なし整数の場合と同じで、その B の0から B の31まで、32ビットの、その、0、1の並びが並んだ数ですね。これを、で、整数を表したいということで、これが表す数を V と置きますけれども、今回その符号付き整数では、その符号なし整数にどういう情報が加われるかというと、符号の情報が加わると。で、符号が、正か負かの情報を加えましょうということにします。そこで、その符号の情報を、この B の31という、その一番左側ですね、ビットを使って、符号を表すことにします。で、この31番目の一番左の、桁をですね、符号ビットと呼ぶこともあります。で、この符号付き整数はですね、その今の符号ビットによる表現のほかに、2の歩数による表現というのもありますので、今日はその両方を紹介していきます。で、まず、符号付き整数の例の最初の例として、その、符号ビットと、それから符号なし整数を使った表現を説明します。で、先ほども述べたように、この32ビットの中で、その一番左の B の31を符号が表す数とするわけですね。で、ここがそのこの定義式でいうと、その0か1かでその符号が決まるわけなんですけれども、一応この V の表現はマイナス1のべきが B の31の値になっておりますので、この符号ビットが1ならば負の数、0ならば正の数を表すというふうな決まりにします。で、そして、残りの整数の部分はその B の0から B の30までの30ビット分で、符号なし整数で表すということで、このようにしてその符号ビットを使ってその表すやり方があります。で、一つその定義しておかなければならないのが0の符号ですね。全部の B の0から B の30までが0ですと、この数は0を表すんですけれども、その際に符号ビットを1にするか0にするかっていう、そういうその選択肢が生じてしまいますので、0の時はこの符号ビットを、このプラスとするというか符号ビットを0にするということにします。で、このようにしてその符号ビットを使った符号付き整数を表しますと、その今十進数で0マイナス1マイナス2マイナス3とした時のその二進数での表記をここに並べてみました。で、見てみてもらって分かるように、十進数で負の数になると、二進数では、一番左側の桁が1になって、それから絶対値はこの符号なし整数と同じようにこうだんだん増えていくという様子を取ることが分かります。で、この符号ビットを使った表現の長所は、符号判定が容易であると。すなわち、例えば、3をマイナス3にしたければ、B の31を1にすれば、それで終わりなわけですね。
もしくはその負の数を同じ絶対値の正の数に直したいときも同じように符号ビットだけ変わればいいということになりますが、一方で短所としてはその負の数の加算がやや面倒であると。これは減算をその組まなアルゴリズムというかプログラムを組む必要が出て生じるという短所があります。でこの短所がですね、そのなんで短所なのかよくわからないという人はちょっとこの先の2の歩数表記を聞いてみてください。で次の表現の仕方が2の歩数と呼ばれる表記なんですが、この2の歩数の表記を今までに学んだことのある人ってどのぐらいいますか？この授業以外で。情報の講義とかではやってないですか？聞いたことない。うん、わかりました。じゃあ、いい機会です。やりましょう。で、これはですね、次のルールで、数を定義するものです。まあ、与えられた n に対して、そのマイナス n を作る手順なんですが、最初に、まずその、与えられた n のですね、ビット列をすべて、反転します。で、2番目に、1を加えるって書いてあるのは、この b0 ですね。b0 のところに1を加算するんですね。で、そうしますと、結果として、表現される v の値というのは、そのビット列を使うと、ここにある式のような形で表現されます。で、一応ですね、ちょっと分かりにくいと人もいると思うので、ちょっと例でやってみましょう。で、ここでは、まず1ワード5ビットとしまして、まあ、数値が4ビットプラス符号1ビットっていう、まあ、構成なんですけれども、ここでそのマイナス9を表すことにしましょう。で、最初に、マイナス9を、入れる、計算する前に、そのプラス9を与えるわけですね。プラス9を与えます。これまあ、プラス9の二進表記はこれ見て分かると思いますけれども、8の位が1とはそれから1の位が1ですから、01001という表現になります。で次のステップでその各桁をビット反転というのは各桁を全て1は0に0は1に反転するわけですね。そうすると、ここにありますように10110という数、そういう桁の表現になります。で、最後に、この二進の1の位に1を加えます。ですから、ここの0のところに、まあ、1を加えたら1になるというわけですね。この例ではそうですね。あと、もし、他の例で、この1の位がもともと1であれば、ここに1を加えると、0になって1繰り上がるという桁上がりが生じると。ということになります。で、なんでそのこういう表現でそのマイナス9が表記できていることになるかっていうことですね。初めて聞く人はちょっと疑問かもしれませんけれども、実はこのやり方でマイナス9を定義すると、このもともと与えられたその括弧1のこのビット列表現ですね、マイナス9の表現と、それからそのここで得たその2の歩数表示であるマイナス9の表現っていうのを、この2つの数を加えると、ちょうど0になることに注意してください。と、皆さん、負の数、まあ、これまで代数なんかの授業やってて、例えば、整数の世界でその a が与えられたときにマイナス a っていうのはどういう数として定義されていたかっていうのを思い出すと、その a と加えて、a との和が0になるような数ということでマイナス a っていう数を定義していたと思うんですけれども、だからこれと同じようなことを2の歩数というのは実現しているという点に注意してください。ここまでいいでしょうか。まず今日の、まあ、大きなトピックの一つはこの2の歩数によるその負の整数の表現を、まあ、マスターしてもらうというところです。